カレンダー復活って見て喜んだけど、S とくんもすのも今のとこなさそうなんかな、カレンダー復活嬉しいけど、ストやキンプリは卒業ぽい。といった声も多く寄せられ、関連ワードとして、ドル氏卒業もトレンド入りした。公式に明言されているわけではありませんが、ポテトなど、いわゆるアイドル雑誌にグループとして登場しなくなる。つまり、アイドル氏卒業、となると、 同時にカレンダーも発売されなくなるそんな法則がファンの間では共有されているんです。人気を誇るスノーマン、ストーンズ、キンプリの3グループは今年4月からアイドル誌にグループとして登場する頻度が激減しているため、ファンからは卒業、扱いされカレンダー発売も絶望視されているということですね。もっとも、スノーマンは9月21日発売の明星に久々に9人で登場。 という煽り文付きで紙面を飾っているように卒業後の再登場もよくある話ですが全道滅創業家も S 氏も退場しタレントのマネジメントは新会社の START 王者へと移ったそして START 王者の福田淳社長は旧ジャニの創業家や S 氏がやっていた前時代的なやり方が嫌いな人今回 カレンダーの発売が発表された出版社も、日頃からアイドル誌などでお世話になっている延長という感じですよね。週刊誌を持つ版元、コントロールするというような意図は感じられません。数年前は、どの出版社がどのグループのカレンダーを担当するのか、秋頃には出版業界内で大きな話題になりましたが、今後は日頃から START 用車タレントが表紙を飾るアイドル誌。 ファッション誌を出している出版社に限られそうだということですね。雑誌社の秋の風物詩は消滅したと言えそうです。全同、15日にはジャニー氏の被害者が1000人に達していたことも明らかになり、改めて旧ジャニーズには厳しい目が向けられ、今回の START 王者グループのカレンダー復活にも厳しい意見が寄せられている。ファンは望む推しグループのカレンダー発売だが、 今後もさまざまな議論が起こりそうだ。